連日ご紹介した武田邦子教授の賛成党離脱劇。賛成党側の反論が分断工作だというものでしたが、具体的なものがなく、個人的には消化不良な説明と感じていました。この度代表の神谷氏から30分かけて経緯の説明がありました。その中でも気になったのは G 党、県税日本との件でした。一連の騒動について賛成党からのメッセージです。少し違和感を感じ始めたのは今年の5月3日だります。 5月6日に武田氏の方から電話がありまして、中部地方の政治団体以下 G 党、減税日本というふうに呼びますとの連携について、憲法の代表の方とお話をしてほしいというふうに要望がありました。それで私は武田先生の要望ですので、5月11日にその人と1回目の懇談を行いました。その時は G 党との選挙協力というものはもちろん可能ですが、G 党のメンバーの方に賛成党内に入ってきてもらって、何かを一緒にやるということはできないというふうな形でお伝えをしました。 政策的なことは合意ができるものに関しては合意しましょうと、そういったことも話しました。それができましたので、私、5月20日の日にですね、電話ではいけないと思いまして、武田先生にお会いしに行きですね、選挙協力を進める方向で進めたいと、ついては武田先生には衆議院の比例ブロックで、東海地方から出馬してもらいたいということを伝えて了承していただきました。ここのあたりがですね、少し感情的なものになるのかなと思いますが、 私、もともとはですね、衆議院選挙のタイミングを見てですね、タイミングが合えば私自身がですね、参議院を辞職し、衆議院出るという考えを持っておりまして、そうなると時点での順位が武田先生になりますので、自動的に武田先生に、 参議院が移るというふうなことを考えておりましたし、その旨、武田先生にも伝えておりました。がですね、私が参議院を辞めないでおこうというふうに判断したのは、この5月のやりとりなんですね。万が一、こういった他党との連携をですね、先生が参議院になられて、積極的に進められるとですね、党の形が大きく崩れるということになるからです。参議院は一議席しかありませんので、そこでですね、話がこじれて、武田氏が、 参議院になった状況で他の党の方に抜けていかれるとか、もしくは国会議員としての権限を使って他の党の方を参政党に招き入れるというふうな状態になるとですね、委員の体制が維持できなくなるからですね、その時に私自身の役職党が例えば事務局長が今やってるわけですけれども、これが外されてしまうと非常に参政党にとってはリスクになるというふうに考えたわけです。政治というのは戦いですので、義理人事を超えてですね、冷静に判断しなければいけないということで、この段階ではあくまで私の起用であってほしいということであります。 ましたがリスクをですね取るとリスクを取るわけにはいかないなというふうに強く感じたわけですとのことです以前と違い具体的な説明がありましたまた減税日本の存在が出てきたことも意外でした確かに朝8でも参政党と連携を模索していた的な発言があった覚えがありますそういえば渡氏がいた頃の参政党は減税色が強かったですが最近の参政党はその頃ほどの勢い今日も減税明日も減税令和の大減税みたいな勢いはないのかもしれませんね 6月10日には先ほどの HC、これは百田直樹先生のことかと思います。がですね、YouTube で新党、これは日本保守党のことかと思います。立ち上げの宣言をされましたので、この時には、武田氏もですね、そちらの方と何かの話を進められているんではないかというふうな 懸念は持ったんですが、人間関係がありましたので、そこまでのことはないだろうというふうに考えたわけですが、がですね、数日して入ってきたのは6月11日ですね、決闘宣言の翌日に武田氏武田先生がですね、愛知県や岐阜県といった東海地方の支部の役員を自宅に呼んで、G 党との協力っていうのはもう決定事項であるというふうに宣言をされたわけです。それを聞いた役員の一人がですね、 そういったことを私が伝達してませんでしたので、競技中だというふうに聞いているというふうに意見を愚心したところですね、そんなことはないんだというふうに武田先生から出席を受けたというふうなことを聞きました。また、13日にはですね、武田先生が G と,と話をして、地元の新聞を読んで懇談の場を作ろうとしているということです。 自党と賛成党で協力関係を築くというふうな情報を新聞社に伝えるというふうなことだというふうに判断したので、私も電話をしてですね、武田先生に電話をして、まだ具体的なことは何も決まっていないので、それは控えてくださいというふうにお願いした経緯があります。ここから13分のところに飛びます。 同じような話でなんですが、7月11日もですね、党員から G 党の代表の方と組むべきであって、一旦その方を代表にして、で、その方は年齢的にはもうあと衆議院一回ぐらいしかできないから、一回だけやってもらって、その後はまた神谷体制に戻せばいいんだというふうな話があったということもありました。このあたりでですね、私が5月に感じていた起用っていうのが心配ですね。これが当たっていたのかなというふうに思うようになりました。武田先生はですね、 運営の一端を担わせたいということだったと思うんですがそんなことをしますと参政党の形が大きく崩れてしまいますし新しくできる党と合流だというふうな形に持っていかれるとですねこれまで参政党を作り上げてきたものが壊れてしまいますのでそこは何としても止めなければいけないというふうに覚悟を決めたわけであります。こここから19 10 17分のところに飛びますそしててて月17日がやってきて HC 中心に新党の決闘宣言が行われて自らが代表に就任されるとそしてなんと我々が話し合いをしていた G 党の K 氏もですね共同代表に就任されるということで両党が特別党友関係を結ばれたという報道を目にしました。 こういった状況になりましたので、10月23日ですね、賛成党は臨時支部長会議というものを党内で開催し、すべての支部長さんに対して不正確な情報が意図的に流し込まれていると、今の事態っていうのはどこからか大規模に仕掛けられている情報性のような状況であると、今後はですね、今まではなるべく伏せていたんですけれども、これから我々が取れなければいけないような法的対応に支障のない範囲で把握している事実を党員さんに伝えますということを宣言してですね、この時初めて武田氏が講演会でこんな内容の話をしている、それから 吉野さんの秘書がですね、こういった内容のメールを全国の党員に送っているんだということをお伝えしたという、そういう経緯でございます。とのことでした。神谷氏によれば、保守党立ち上げと同時に減税日本と賛成党が合流する構想が武田教授にあったことになります。実現していたら、希望の党の誕生の時と同レベルかそれ以上の衝撃が走っていたかもしれません。 武田教授は今後、帰ってきたトラノモニュースや、朝8に出演される予定との情報もあります。露出が増えて、話が出ることもあろうかと思いますので、敬意を見守りたいと思います。気になったのは保守党のお二人のツイートです。呆れるのは、武田邦子先生を聞いた人物が、なんと、武田邦子先生に対して、百田直樹は好き嫌いが激しく、彼が武田邦子を綺麗とうるさく言うから、抵抗できませんでした、と言ったこと、彼は他にも別の人物を番組から降ろさせたのも、百田だと言っている。まあ、あどうしようもない、嘘さつきはね。 参政党の内フには全然興味がないが、付随して最近出てきた別の話に驚いている。2年前、参政党が記者会見で武田邦子先生の参議院出馬を発表した時、先生は入院中、すぐ当時の旧虎ノ門ニュースが武田先生を降板させたが、その理由を百田さんが降板させたと番組側が説明したとのこと。真っ赤な嘘。 この二つです。なぜ今更番組側、山田氏が百田さんが降板させたと説明したなんて話が出てくるんでしょうか。闇鍋 NJ、山田明氏、武田邦子先生を虎の門辞めさせたのは僕です。闇鍋日本ジャーナルで改めて宣言という動画、ブログでご紹介した通り、私は当時、虎八での説明と武田教授ご本人の説明をテキストお越ししました。武田教授ご本人も反論もしなかったんで、この前百田さんに怒られましたけど、とおっしゃっています。 武田先生がやめろと言ったという説明が当時武田教授にあったら、この言葉出たかなぁと思うんですよね。一つ気になったのは武田教授が党員じゃなかった問題は神谷氏から説明がなかったのは腑に落ちませんでした。神谷氏的には賛成党離れから保守党受け皿という流れを止める意図もあるでしょうし、保守党は 武田教授と懇意にして損はないでしょうし神谷氏は信頼していた武田教授が可愛さもあって憎さ100倍的な感情もあるように見受けますお互いの見解が相違しまくっていてこの件に関してはどの陣営の話も話半分ぐらいに見ていた方がいいように感じました健康君の発言も全てプロパガンダなんだろうね。 また一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。